チュルルがポッポー。さあ続きやっていきたいと思います。チュルルがポッポ、この野郎、この野郎。さて先進んでいこう。おっと、イベントちょうどいいところで終わったんやな前回。ん、なんかギョル、なんか変なギョル。いや、あかん、逃げるとかそういうんじゃない？え？一応見た、消えて、まだ出てきて？なんだったん今の。もう一回ずみたいなの来たけどな。てか、もうなんかホラーの雰囲気になっとるけど、BGM とかさ。なんかセーブしとこ。もう一回セーブしとこ。食べかけのチョコバナナまだあった。大学行ったんか。ちょっと言ってみたかっただけ。ホラーの雰囲気になったよ。なんなん学校の階段、学校の階段なん、学校の夜の夜の姿がこんな感じなん。あー怖っ。だってさ、右上と左上にモヤモヤみたいなホラーの雰囲気を醸し出すモヤモヤみたいなのがあるもん。ホラーゲームになってきた。なんかいつの間にかホラーゲームになってきてる。わあ、さっきのやつ、お前、この野郎、お前。なんこれ、マリニミルゴー、ゴーモ、ゴーモ、マリニミルゴーモって、ここまでのゴーモ見たことないわ、俺。こう、おうこ、心臓が欲しい。心臓が食いたい。まだあの村のやつらの心臓を取ってこなきゃ。ジュル、ジュレレレレ。あかんやつ、あかんやつ、ってか、話しかけて意味なかった。何も意味ないんかよ。イベント何もない。戦闘とかになりそうな鍵がかかってて、また鍵さ、探しに行かなあかんやつや。ああ、怖いわ。怖いわ。このゲーム怖いわ。逆的な意味で怖かったけど。ああ、吉川家の墓とかあるよ。ああ、血が出てきたし。なんなん、ケチャップ好きなん、吉川。吉川ケチャップなん。うん。血が流れている。てかここに自分の墓があることに突っ込めよ。なんこれ、死者の心臓、明らかにさっきのやつや。死者のちょっと保存状態は悪いけど、これでちょっと開けたらなんか起きてくれるんだろうか。鍵あくれよ、鍵鍵。うん、つうか剛毛が心臓食うなよ。何、体の一部が体の一部食いよんなな。しかも心臓の方が格上やぞ、大切って言うんで。ん、お前の合わせれば二つになるな、言っちゃった。ダメだー。戦闘に入ったよ。普通に戦闘入ったわ。うーん、あるだろうなって思ったけど戦闘入ったわ。弱っ。心臓食らいつくやつの割には弱っ。攻撃力弱っ。2、これは勝てるわ。いけるわ、余裕。ほら、あ、でも強いな。 HP 多いな向こう。あれ？これまでの敵とは違うと思ったけど、それでもまだ勝てるんやな。よかったよかった。毛の生えた鍵、毛の生えとる。お前持ちすぎて毛が鍵の方に移ってきとんじゃないか。カビか。もうカビレベルでね。あ、やだ、負けた。死ぬ習慣の言葉じゃないぞそれ。食べかけのチョコバナナ回復できるんやけん、食べかけでもすごい嬉しいね。で、死者の心臓を結局渡してない。食う前に倒したんや。毛の生えただけ限って毛生えた意味あるんかって話や。まあ何にせよ開けれるよ。次のステージへ行けるよ。こんなホラーな雰囲気ではおさらば。おかしい、おかしい。なんなんこの学校さ、駅前徒歩5秒なん。吉川駅や。俺と同じ名字じゃないか。わあ、吉川駅だった。世界観がおかしいし、ここだけドアの色が違う。こっから入るってか。なんなんこの部屋、なんなんこれ。なんかもう試験終わって帰るよ感覚にあったん。ああ、なんか来よる。なんだこれ、団子三兄弟みたいなの来てる。でっかい団子三兄弟。上から長男潰していくぞお前。ほら、あ、本当に団子だった。草団子や。フランスの草団子が日本の、日本の団子さん兄弟をパクった感じになってる。結局何もないんかい。戦っただけかい。何もなーし。あれ、何もなーし。あ、こっから出ろってか。
よっしゃいつぞやにできた斎藤のちょっと緑版が出てきたよ。何これ、どこの国やねん。てか国変わったんこれ。なんお前ら何、サボテンだったよ。サボテンだんこれ。ぼーやって、ぼーちゃんか。お前はぼーちゃんの高校生になった時のぼーちゃんか。鼻水垂らしてないな。なんなんこいつら、世界観変わりすぎやろ受験だったのになんか外国来てるよ。なんなん、なんなんこれ修学旅行、修学旅行でなんか変なところ来たん。行く国選べような修学旅行。アメリカとか行けばいいのに素直にアメリカとか行けばいいのに、どこの国か分からんようなところ来た。そして建物です。なんかおる、頭に止まれのマーク、止まれの標識つけとるやつおる。おや、人間か、珍しいな。そこは駐車禁止俺の頭の上に物を置かないでくださいってことかここから寝るにはどうしたらいいのでしょうか。私これから受験なんです。ここから出る方法か、そんなの簡単だよ。あれどうだったかな、忘れちゃったよ。そうだ、そんなことより君にあれをあげよう。ここで会えた記念に持っていくといい。しまってある場所は、あれちょっと待てよ駐車禁止のマークかと思ったらお前頭思考停止のマークちゃうんか。それどこだったかな、どこかのサボテンの中にしまっておいたはずなんだけど忘れちゃったよ。あいつらの中にしまっておいたって何、パンツの中入れたん、やめろお前クソやろ、こいつら全員のやつ調べていかなあかん。パンツの中調べていかなあかんの。女の子やで、私女の子やで。ああもうこうパンツの中見てさ、ラクダの鼻水出てきた。なんでラクダの鼻水こんなところあるん。お前のゾウさんラクダなんしかも鼻水って本当に坊ちゃんだったし、取ってきたよラクダの鼻水。取ってきたけどなんかあるん。おい、探したラクダの鼻水もしかして鍵になってる。鍵になってないじゃあ何なんこれ、じゃあ何のための鼻水や。つうか汚えな、後で手洗っとこうやね、じゃあ何なん、じゃあこの鼻水何のために取ったん。手づかみで持っとるよ直で持っちゃってるよ。全員調べたと思う、全員って言うかは分からんけどさ。鼻水はダミーで他にちゃんとした鍵があるとか、てか他に建物あって、この冷や汗出てきた。冷や汗、何冷や汗って HP 回復アイテムかよ。食べ物ですらなくなってきた。しかも体の外に出すっていう、もう、体の中に置いとったらあかんようなもんばっかや。汚いわ、口にしたらあかんやつ。あ、今なんかあったような、なこれ番号がある91574、なこれよう分からんようになってきたまだなんかあるんちゃうか、ラクダのなんとかシリーズないんかな。あこれまんまさっきのやつじゃないどうと答えて出るよ、91574やって隠す気なしやな。7で4、オッケー。何手に入れたって、あっ油まみれの鍵あってああ回復しとこう。こんなんで回復できる吉川さんすごいよ、キモいよ油まみれの鍵、油まみれの鍵、オイルショック、油まみれの鍵。もっとだ、リズム変わった、 BGM 変わった、テンション上がってくるねでも学校のて、何これ何これ
もしもし聞こえますか？聞こえてますけど、何ですかあんた。学校の七不思議、これもしかして。なんか夜に来たらさ、こんな感じで文字が浮かび上がってくるみたいな、廊下に。誰だ俺を呼んでる。なんかまた来た。この先道なりです。ありがとうありがとう、なんかガイドしてくれてる、ありがとうな。やった、道なりやって。お、イベント入ったよ。本当に道なり。お前レイコさんや。あなたはレイコさん。大したものね、ここまで来るとは。お願いレイコさん、私をここから出して。こいつのせいだったん。こんなところに飛ばされたん、こいつのせいだった。このままじゃ私試験を受けられない。落ちればいいじゃない。あなたは私とって邪魔な存在。試験になったら試験になんか受からなければいいのよ。代わりに私が受かって楽しい学校生活を送らせてもらうわ。ピュー、冷酷な人。何とでも言いなさい。あなたが何と叫ぼうが誰にも届かない。あなたはこれからこの世界で生きていくのよ。やだーやだーやだよー。ブサイクの女3人と一緒に暮らすぐらいやだよ。そんな。それじゃあ私は資金があるから。待って、私をここから出して。うるさい子ね。あなたの相手は私じゃないわよ。一番よ、ここにいらっしゃい。誰だ、なんだ。なんか前にもあったようなやつ出てきましたけど、マギちゃん。マギちゃんなの。あ、こいつマギちゃんだったん。緑のやつ、この前あった緑のやつ。私はメタリックボディを手に入れてのだ。カタカタカタ。メタルマゲコって何だった。なんだ、メタルフリーザみたいな。メタルクーラーか。どっちでもいいや。メカフリーザ、メタルクーラー。違う、私の知ってるマギちゃんじゃない。お前何を知っとんだ、マギちゃんの。マギちゃんの何知っとんだだ。知りたくもないわ。あなたには一生ここでメタルマゲコと遊んでいてもらうわ。ピュー、待てー待てー、私をここから出せ。これよりお前を排除する。マギちゃん容赦せんわ。こらこいつなんか殴っても俺両親いたもんわ。俺はえ、いけいけいけ、メタルになったからって調子乗んな。お前は俺より格下なんだよ。お前、俺はボケ、ほら溶かしてやろうか。お前、ほら、ジーカ、さっきのよっしゃー、ガガガガガガガ、ピーピー、よっしゃ、帰ってきたで。こいつ帰ってきたで。見たわ、やっぱりそうだったのね。この女はたとえ相手が仲のいい知り合いでも、いざとなって殴りかかる最低な人間なのよ。お前測ったな、お前測りおったな。結局薄っぺらい友情だったってわけね。まずこいつと友情を育んでないからな。やっぱりあなたみたいな最低な人間は試験に落ちて当然だわ。どうしろって、ゲームオーバーなんかよ。今のゲームオーバーだ。倒したらあかんの。どうしろって言えたら。え、こんなパターンあるんかよ。嘘やろ。しかもだいぶ前やん、セーブしたん。やっちまったね。はい。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。まあ次回はどうしよう。なんなん、メタルマギコは倒さずにそのまま置いとったらいけるんかな。頑張ってみるわ。週明け。ふぅ、やっと学校終わった。じゃあ早く帰ってパソコンするぜ。今日は何しようかな。そうだ、刹那圭介の動画を見よう。刹那圭介の動画は俺のことをクリックしてる赤